類線形動物は、寄生動物の属するもんである。形態、生態などが、線形動物とよく似ており、ここから名付けられた。長さは大きいものでは、約1メートル、直径は1から3ミリメートル程度である。針金虫は水たまり、小川、池、タンクなど湿った場所で見つかる。成虫は、独立して生きるが、幼虫はカブトムシ、ゴキブリ、 バッタなどの節足動物に寄生する。およそ320種が発見されている。類線系動物は体表に口くらを持つ。筋肉は体調方向しかなく、機能的な胃や消化器系、排出系、循環器系は持たない。死有遺体であり、ゲル状の糸で包み、体内で卵を孵化させる。ハリガネ虫と宿主のバッタハリガネ虫類の成虫は成熟すると、 宿主の体内から脱出し、淡水中で自由生活する。この時、バッタに寄生したハリガネムシは、バッタの脳に影響を及ぼし、バッタに水を探させるとも言われる。こうして、ハリガネムシは水の中に戻っていく。また宿主が捕食されても、捕食者の体内から生い出ることによって生き延びることができる。成虫は自由生活とは言っても、栄養を取ることはなく、 不活発に皆底で体をくねらせる程度である。水中で孵化した幼虫は、あまり細長くない体の先端に、体外に引き込むことのできる封を持ち、これを伸び縮みさせながら運動する。生活史の詳細は、不明な点が多いが、初期の幼虫は、水生昆虫の幼虫に侵入し、これが浮かした後にカマキリなどの収縮種に食われることで、生活史が完成すると考えられている。 二つの目に分類されている。有線中メネクティニマイガは、体表面に合毛があり、海洋性である。表皮は体側に沿って、背側と腹側に分かれている。腹空は大きく、液体で満ちている。配偶子は単一。幼虫は、エビなどの十脚甲殻類に寄生する。針金シメゴーディオイデアは、淡水に住み、半陸上生活を送る。合毛は持たない。 表皮は一枚につながっている。復腔は幼虫の頃は肝獣組織で満ちているが、成虫になると空洞になる。幼虫は昆虫に寄生する。墨絵動物群の化石の一部をこの類と見る。判断もある。ありがとうございます。